井上直樹 VS 荻窪選手が決まりました。あれ、その感想を聞きたいです。どういう試合展開になると思いますか？まあ、基本的にほら僕らも皆さんと同じで、だまあ荻窪選手になるだろうなとずっと思ってたんですよ。うん、当然ね、やっぱりあの試合したことないマッチメイクですからね、唯一の、はい、それで対戦したい竹澤選手とやったことないですし、でまあ荻窪選手っていうのはいろんなオールラウンダーですし、それなりにやれること全部できる選手じゃないですか。はい、で経験もあるし、ね、でタフにも出ててね、パントージャーにも勝ったりしてるわけですし、うんね、絶対侮れない相手だし、舐めてはいけないのは当たり前ですよ、ね。うんうん、だけどもね、あえて言う、これはね、これ僕直樹選手のマネジメントから言うんだよ。大久選手すごいいい選手で、別にディスるわけじゃない、だけども大久保選手のピークってもう 4,5 年前だからね、うん、でパントージャーに勝ったってフライクだからね、うん、これ今バンタムだし、はいね、だから、はい、もう大久のことを言ってしまえば、マットに背中つけられたらもうファイトマネーの罰金だよっていうぐらいの気持ちで、実際に水木ボス、水木お姉さんと僕と、はい、この前直樹君とずちょっと話した時にはっきり言いましたもん、2人で背中マットつけたら罰金ねっつってそれぐらいの気持ちでやって勝たないと、うん、っていうことですよね。要は井上直樹選手はもう強いですもんね、本当に強いです。で多分皆さんほら、なかなかまだ本当に全てを見せてない部分もあるし、あのほわってした感じと、あのちょっと細い感じがどうしてもなんかすごく強そうに見えないっていうかさ、はいはいはい、フィジカル的にもなんか本当強いのかみたいな思ってると思うんですけども、まあ、やってる方だったら分かると思いますけど、まず手足が長いっていうのはかなりの有利ですよね。フィジカル的なものが懐深いですし、タックル切るときだってあれですし、で皆さんよく、いや、井上直樹はテイクダウン能力が、テイクダウン能力がっていう疑問があって言うんですけども、いろんな試合を見返していただければ分かると思うんですけど、彼ほどテイクダウンのバラエティを持ってる選手、僕、ないと思うんですよ。ただのシングルレッグ、ダブルレッグではなく、スタンディングでバックを取ってから振って落とすとか、引き込むとか、もう、で、昔はその呪術系のテイクダウンが、グラウンドに引き込む能力が多かったのが、やっぱり、アメリカに来てアルジャメインの MMA クラスを1年半ずっと取ってやってることによって MMA レスリングもやっぱりできるようになったんで、まだ見せてないだけであって、僕は彼は多分甲斐選手でも大久保選手でも普通にテイクダウンできると思う、うん、でしなくちゃダメだと思ってます、ある意味、うんうん、舐めてるわけじゃないよ、あの2人すごい、もちろん、もちろん、はい、それから甲斐選手は実は言うと水垣選手がね、ずいぶん前に甲斐選手が有名になる前に練習してたんですよ。でその時にすぐ僕に連絡来たんですよ、で修正甲斐選手強いよっつって、うん、あのね、腰が強いっていうよりもね、あのスルスルっていう抜けるあのね、あのこうセンスはすごいですよって言ってきたんですよ。みんな腰がすごい、腰が強いって言うけど、水垣さんはあのスルスルって抜けるセンスがすごいって言ってた、すごい選手なんですよ。だけども UFC を狙って本当に世界最高峰行くんだったら、それぐらいの気持ちでやって勝っていかないともう本当厳しいんですよ。